まずね、なんかほとんど食べなくなっちゃいましたね、自分で。だから、栄養補助して、まあ、うんちは1日1回してます、はいはい。おしっこも見た目は綺麗なんだけど、はい、調べるとさ、やっぱりまだ出ますね、まだ。まあ、そうなんですね。で、SAA っていう炎症マーカーの数字がね、はい、めっちゃ高かったのが、はい16.9、はい、まあ、正常が 5.5 以下だから、はい、まあ、見える数字にはなってきた。あ、そうなんです、うん、あの100あ、そうです、以上だったからさ、あ、これ136、そうです、そうです、あ、そうですか。それは下がってる、下がってはきてるね、うん、で、あ、ここは今回調べんかったのか、糖化ルブ、まあ、これは糖尿病はないよということですね、はい、でこっち先に腎臓の数字ね、はい、クレアチニンが 1.88、はい、だから、で14だ、ここが 2.17 だったんですよね、はい、まあちょっとずつ下がってきてます、はい、うん、1.6 より下になるとステージ1になるんだよね、はい、あ、そうなんですね、うん、でもなかなかちょっとそこまで難しいかもしれない。あ、そうですね、それは、まあ、こんだけ毎日線引きしてての話なんでね、はい、それからあとは、まあ、この上からね、肝臓の方の数字、ここは正常範囲ですね、全然 あの三角がつかないんでね、はいはい、あのタンパクアルビン、ADH、ビリルビン、COTG、BTLP、ガンマ GTP、 それから膵臓、膵炎があると上がってくるリパーでは、まあ、これは落ち着いてます。あ、そうなんですね。で、尿素窒素もちょっと、まあ、これはいいのか、クレアチンが高いと、あと脂質代謝は、まあ、これはもともと正常範囲です。で、電解質のバランスもまだちょっとこれは引っかかってるな、ナトリウムが高い方がね、脱水してるのかな、高いってことは脱水なんだろうね、脱水なんですか、うん、でも点滴して栄養補助もしてるんだけどね、けど、うん、けどまだちょっと高いと、はい、カルシウムは OK、 リン、はい、これね、微妙な数字でね、まあ、一応6って書いてあるけど、うん、腎臓が悪いと高くなってきます、はい、うん、6超えちゃもちろんだね、 5超えても高いかなと思うんですけど、はい、うん、まあ、5.8 ちょっと高めですね、まあ、一応正常だけどね、うん、だから血糖値は正常と、で白血球数が2万2000、はい、戦ってます。ただこの辺から思うとちょっとは下がってきてるかな、はい、うん、でもまだ多いは多いですね、はい、まあ、赤血球の数が602万です。一応正常です。はい、ですが、はい、まあ、500に近いですよね。うん、正常だけどちょっと貧血気味かなと。はい、うん、から次。あ、ヘマトクリティン。これもね、これ37から45。37からね、正常。37から55が正常と思います。はい。はい、だからちょっと低いと、うん、ヘマトクリットっていうのは赤血球の溶石なんですよね、だからまあ要は赤血球、血液の中に何パーセント赤血球があるかパーセントなんですけど、まあちょっと低いか、貧血と、貧血、はい、貧血、はい、この辺がちょっと飛ばして、血小板、これがですね、今回ちょっとミスかどうかわかんないけどやけに少ない、まあもともとね、決して多くはないんですよ、正常は30から70万だから、で、あんなさ、おしっこにさ、赤血球や白血球があんないっぱい出てたら、当然炎症があるわけだから、はい、炎症があると出血するから、相当出血したらそれを止めようとして活躍するのが血小板なんです。あ、そうなんですか。はい、そういうのがちょっと低い。低いですね。ね、じゃあこの時もやっぱりそんな高くないもんね。そうですね。ね、だからそういうのを止める力がちょっと免疫力が落ちてるというかね。うんうん、T4 というのは甲状腺ホルモン、まあ、これは正常ですね、はい、で今回ね、タンパク、おしっこのタンパクね、この時は、ね、おしっこ、これ正常ね、0.2 です、はい、でこの時高いです、タンパクが出てました、はい、で今回は下がってきました、だから 0.06 とか正常範囲に入ってきましたね、うん、高いとそうタンパクが出てるってことは赤血球や白血球はもうやっぱタンパクだから、はい、タンパク質がそういったので上がってきてるんだと思います、ね、それはだいぶ良くなってきてる、うん、良くなってきてます。でも見るとさ、そう、まあ赤血球はほとんど見ないんだけど、はい、白血球が少し出る、はい、まだね、それからあと細胞成分、はい、細胞が出ていいんだけど
多いです、まだ。だから剥がれ落ちてるという。ああ、そういう。そう、あの、あれってね。要するに、一言で言うと腎臓が悪いんです。腎臓と、それから、その先の尿管膀胱。そういう時があるんですね。だから、こう体を横向きに、こう、はい、見るとするじゃないですか。はい、と、まあ、こちらに左右にさ、腎臓があるんですね、はい、で、膀胱があって膀胱があって、尿道があって、はい、から腎臓から、まあ、管がこう、こう、来てるわけですね、はい、これが尿管、はい、これが泌尿器系なんですよ、腎臓、尿管、はい、膀胱、はい、尿道と、はい、この絶対的にある、うん、腎臓だけじゃない。全体にも悪いなって。そうそうそう。腎臓も悪いんだけど、その先の尿管とか膀胱とか尿道で出血があったらこっちの方からね、尿管とか膀胱とかさ、尿道、まあ、多分腎臓からも出ることももちろんあるんだけど、はいはい、そういったところからその出血があって、はいはい、それでそれあの炎症があってあの出血があって、はい、でそれを抑えるために白血球がたくさん出てきた。でそれで荒れてるからさ、この表面の細胞が剥がれ落ちてきてるから細胞が多いんだなと。あ、そういうふうに。よくはなってきてるんだけどね。だけどこれね、今抗生物質をしっかり使ってるわけですよ。外来になったら抗生物質使えないからさ、はいはいはい、だからもうちょっと抑えれるんだったら抑えた方がいいかなと思いますね。そうですね、はい、もうちょっと時間いただければと。そう、今言ったご飯が食べれないというのが気になる。そう、ご飯食べれないんです。あのね、リラックスさせる薬をたまに使うんですよ、はい、その時は食べる。じゃあ緊張して、緊張ももちろんあると思いますね。だけど、はい、とは言ってもですね、はい、最初はその食べに比べるとその3種類使うんだけど、はい、2種類は効かないんですよ、はい、で1種類あのシクロヘプラジンっていうのを、まあ、だから1週間に1回ぐらいかな使ってるわけだけど、はい、その時だけ食べる。でもそれが2回目は 10g しか食べない。1回目の時は35食べたんですよ。鼻がそうって覚えてる、うん、そうそう、最初の夜にね、食べたんですよ。 それから最初の夜に、あの夜にあのその食事の流動食事を飲ませたら、置いてあるご飯をね、35食べて、でその次この間21日に流動食事に飲ませて、はい、したら次の日の朝見たら食べてるかなと思ったら10g10g だからそう食べてないです。それ以外に、そうね、16g食べる日あるけど、それ以外はほとんど食べてないですね。置いてるやつも置いてるんだけどね、はい。だからしょうがないから栄養補償ね、あの35g を2回やってたんだけど、はいはい、ちょっと貧血気味になってるから、はい、昨日から37やってます。はい、2g 増やしました、はい、ちょっとね、はい、うん、それで要は栄養取らんとなかなか貧血も治ってこないと思うんで、そうですね、といって吐くほどやってもダメなんでね、はい、うん、難しいとこなんですけど、じゃあ一応これはお渡しします、はい、あ、けどまだこっちもあったんで、ごめんなさい。まあこれで見ると白血球は24000、こっちで見たらいくらだったっけ、21000、まあそれぐらいの誤差はあります。同じ血液で見ても、ね、はいはい、多いということね、はい、PCV とこのヘマトクリット違いして 29.1、はい、こっち見たら30、まあほぼ一緒ですね、はい、ちょっと低いよと、はい、貧血気味だよと。貧血で腎臓、そう、腎臓おしっこ作る腎臓とその通り道ね、通り道が悪なって、そうです、泌尿器系っていうんですけどね。それからあと白血球の内訳、24,700、これはちょっと内訳はここではないんですけど、はい、好中球、これはですね、急性の炎症で増えるんですけど、はい、これが多いわけですね、はい、19,000、正常が12,500から12,000だからだいぶ多いですね。でもこれは多い方がいいんですよ、多くなって炎症を抑えていくわけだから、はい、だから多いのは良くないんだけど、うん、病気を治そうとして多くなってるからまだいいんです、
まあ、リンパ球が1400、まあ、一応正常範囲のビリビリです。で今度短球、リンパ球は具合がすごい悪くなると少なくなってきます、はいはい、だからこれが線では少ないんですけど、一応少ないけどギリギリ正常、はい、短球はこれはですね慢性の炎症、慢性の炎症で増えてきます。それが多いです。800あ0から800のところは2400ありますんで、だから急性の炎症もありの、慢性の炎症もありの、だからそう、おしっこの回数いつも多いじゃないですか。はい、多いですよね、はい、で色もちょっとっていうからさ、その時からもしかしたらおしっこ調べてたらおしっこがちょっとおかしかったかもしれない。好酸球は寄生虫アレルギーで増えますけど、まあ一応正常範囲でしたね、はい、赤血球の数が589万、こっちだと、まあ、2602万とか189万だから、まあ、数がちょっと少ないよと、はい、で、あとそう、この若い赤血球、はい、これがね少ないんですよ。若い赤血球って大きくて青く染まるんですけど、はい、それが少ないってことは、どういうことか、普通はね貧血になってきたら体は若い赤血球を骨髄から出てくるわけですよ、はい、でその骨髄を刺激するホルモンがありましてね、はい、それは貧血があればそれは刺激されて若いのが出てくるでしょうし、だけどそれが出てないで、ま、腎臓病になるとね、腎臓ってねおしっこを作る働きあります。全身の血液がね老化してそこからおしっこを作ると、もう一個はですね腎臓からホルモンが出てるんですよ、はい、それがあの骨髄を刺激して、はい、で赤血球を作ると、はい、そういうホルモンを作ってるんですけど、はいはい、それの出が少ないんだと、はい、だから若い貧血してるね、ちょっと貧血気味な割には若い赤血球はちょっと少ないなと。血小板に関してはですね、これで見たら少ないになってるんだけど、私血液と思って見たらまあそこそこ出てたんですね、これは、はいはい、だからこれはちょっとミスかもしれませんね、検査の方は。あ、そうで、うん、そうやって思います。こちらの方があの直接私血液をやって染色して、こんなことなんか、うん、これとは違ってた、違ってましたね、これは明らかに違ってましたね。だから、うん、その検査をね、そうこうやって数字出てくれてもさ 100% は信用できるんですよ、まあ実を言うと。で実際これ見たら出てましたね。だから血小板に関してはごめんなさい、はい、あの出てましたね、はい、ただ赤血球の若いのは確かに少ないな、出てない、出てます、出ては出るんですけどね、貧血のことを考えると少ないかなと思います。年も、もちろん年齢ももちろんあるでしょうね。だからいつも下の色がねちょっと薄いっていうのはね、はい、気にはなっとったんですけどね、すみません、長くなっちゃってるんだけど、はい、もうちょっと、まあ、やらせてもらえれば、いや、退院できるかしら。そうですね、またちょっと、そう、短いスパンで血液取ってもさ、そう変わらんからさ、これ、うん、また、これ22に取ってるから、まあ、来週、明け、週明けね、はい、どっかでちょっと月曜日か火曜日か、はい、水曜日かそこら辺でもう一回取らさせてください。はい、わかりました。はい、じゃあこれね。はい、どうもすいません。じゃあちょっと待って。